はい、始まりました。しゅうちゃんオートです。本日はですね、浜松オートレース場で行われておりますアメージングカート杯 ISK 杯、こちら2日目、早くも準決勝です。今日は5レースから最終レースまでやっていきたいと思います。晴れの両走路、どんなレースが繰り広げられるか楽しみです。最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ、準決勝1本目、ここは1番の中村智和、外外回しても十分届くと思う。あとはニャースケ、3番スタート、しっかりニャースケ頼むぜ、3番して食え。さあニャースケ、そのままチェンジ入れて伸びろ、外からまくっていけ。よしニャースケ早い。これあとは北渡さんを一発で食えるか。いったいった、柴犬さんも早い。さあ友和、しっかり切り返して入って、早く6の後ろに行かないときついぞ。イムイムの内入れ、そうだ。ニャースケ離せ、ニャースケ離せ、ニャースケ離せ。ニャースケ離せ。外回して、トムカズ。まだ中村トムカズは後ろ、先頭3番のんちゃいが独走です。あとは2番手争いが焦点となっていきそう。やばい、これ。6番の島田がその中からはやや一歩抜け出しました。トムカズきついぞ。1番北畑瀬をまくって、優勝戦圏内まできつい。ですが、内を救った7番の森本が中村トムカズの前に出ました。ここはしかし4番手争い、残りは2周の終盤戦。3番のんちゃい、先頭をぶっちぎっています。6番島田が2番手、3番手に。中村智和上がってきました。これで固くなった。森本との争いを制して、そして鈴木浩二を捉えました。ユース圏まで残り1周、しかし距離があります。届くかどうか、青旗振られてファイナルラップ。うわ、友和早うし。2番手争い、6番柴田に。ニャースケ早い。友和残り半周で、このニャースケ早いぞ。明日これ6番の柴田がかなり優位。中村友和が必死に追い込みます。届くかどうか、これは厳しい。ちょっと1周足んない。3番の内ぶっちぎって、ここは解消。まあ硬いけど、サブロ勝ち。6レースですね。ここは2番5番7番257、花本さんスタートを残して頑張って、今田さんスタート肝心よ、穴見さん今日は追い込んで追い込んで追い込みまくって、さっくりスタートはスタートしました。穴見さん先入で伸びてこい。やっぱり遅れちゃうか。そっからの追い込み期待してます。いけ花本さん。その後後ろは今田さんが、うわぁマジかぁ、それは痛い。それは痛い。花本さんも今日は伸びが悪い。1番の原田が逃げます。3番中村幸則が懸命にそれを追いかける形。4番竹内もそこを追走します。荒見さん3番手から4番手車間開きました。うわダメだ、きついわこれ。その後ろは6番前残りか。7番の荒見はまだ最高峰のままです。残りは4周、隊列は大きく変化はありません。5番の今田が後ろでは1周目を逆転できるかどうか。
まだ前は1番の原田、先頭中村駅乗り、2番手、やばい、穴見さん来れないか、3番手、4番竹内、3番手、4番手の車間も少し縮まりました。2番の原本追い上げてきています。残りは3周回、ペースは遅いぞ。3番中村駅乗りが、ペースは遅いぞ、まだ後ろ間に合う。中村駅乗り先頭、1番原田が2番手、4番竹内3番手、このまま前々決着でしょうか。2番の原本がその後ろにいて、うわ、行った行ったな、これ石貝、5番の今田、7番七海、ダメだ、これで石貝さん来ちゃう。ああもうこれは行った行っただ、うわ、三四の行った行っただよ、これじゃ。リード三者進路取っています。1番原田が2番手粘る、4番竹内さばけず3番手、その後ろは6番の石貝、5番の今田、穴見はまだ最高峰、残りは1周、青旗振られてファイナルラップ。うわ、行った行ったか、スタート通りだけでいいんだ。2番手は1番の原田に対して4番竹内、最終バックでインから2番手に上がりました。3番手は1番の原田、最後の最後で6番の石貝、やられた、あの怒りだ。3番手は接戦です。前は抜け出した3番中村駅通り、堂々押し切りました。5位、2番手は4番の、7レースですね。ここは1番の金田選手、あとは3番の木村選手、共にスタート早い。あと5番の誠一さんとこもね、スタート早いですからね。一さんスタート来い、スタートしました。あー、木村選手遅れたな。外から5番の鈴木誠一が先行していきました。圭一さんより先行きたかったな。さあどうだ、一発で。圭一がそれを追う形か、それとも木村の行き早めに上がる。うわ、一周待ったか。3番手、後ろには5番の鈴木誠一、6番の青山続いて。うわ、ちょっと乗りづらそうだな、木村さん、やばい。金原上げない。金原がまくって6番手です。金原上がってこい。ペースは良さそうだ。リード2車身から3車身保っています。2番の鈴木圭司が追います。3番の木村の青山さんが来てる。勢いが良くないか。5番の鈴木誠一のインコースを狙って6番の青山文俊、ベテラン勢が戦っています。その後ろからは若手7番、金原上げろ、金原上げろ。まだ隊列変わりはありません。1番の金田が先頭、2番の鈴木圭司がそれを追う。3番のダメだ、木村選手これやばい。その後3者固まっています。5番の鈴木誠一、6番の青山、7番の高宗、6番手。残りは3周回です。やばい、二をさばけ。ここで5番の鈴木誠一が3番の木村直之をかわしました。よし、上がっとく上がっとく、そう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 。迫ってきています。1番金田に対して2番の鈴木圭司、2番鈴木圭司、2番手高宗上がってこい。5番の鈴木誠一、その後は7番の高宗。金原逃げろ、金原逃げろ。残りは2周の終盤戦、金原逃げろ。5番の鈴木誠一が番手を上げる、2番手に上がってきました。うわ、持つかな。鈴木圭司3番手、インコースを狙ったら7番高宗、まだ入り高宗頼むぞ、番手です。3着まで頼む。先頭1番の金田に追いついた5番の鈴木誠一、打ち締めろ、打ち締めろ、青旗振られてファイナルラップ。この1コーナーでも一瞬打ち伺いましたが、まだ変わりません。よっしゃ、3番手は7番、外からまくれ、まくり。そうだ、オッケー、入るな、入るな、入らないで、入らないで。うわー、そこまで届いちゃうんだ。最後先頭に上がりました。うわー、届いちゃったよ。うちを救うか、5番7番高宗、先頭は5番鈴木誠一、裏だ。さあ8レースですね。ここは2番の千葉選手、7番の中口選手、まずは0戦123123、これでスタート頼みます。123でお願いします。戸塚さん行ってね。うわ、2が先行ったかな。0戦は2番の千葉康信が飛び出していきました。
戸塚さん粘ってね、戸塚さん粘って、千葉さん行ったも行くよ、戸塚さん粘って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 、戸塚さんの粘りが大事なんだよ。うわー、これだとやばい。これだとやばい。三三四等一番時計マークした6番佐藤裕二4番手、その後ろに同じく四等一番時計タイマークした7番中口が上がってきました。千葉さん逃げろ。10戦矢野筒井は少し苦しい体勢で残りは4周回、先頭2番の千葉康信、2番手は3番の野田光弘、3番手インクロスから。うわー大丈夫か、中口さん頼む、中口さん頼む、かわして上がってきました。中口さん頼む、追い込む中口は裕二より先行ってくれ、頼む。今4番手に上がろうかというところです。残り3周回、先頭2番の千葉、中口さん頼む、この両者をかわしていけるか、6番佐藤裕二、後ろには中口が4番手に上がっています。つらい、つらい、つらい、それはつらい。3番野田をかわせるかどうか、ここは行ききれない。3番野田が必死に抑え込む、その間に中口が迫る。よし、中口さん来い。残りは2周、前は4車固まりました。先頭2番の千葉、2番手3番野田、3番手まくった7番の中口、中口さんそこ中から、中から、中から、うわー、それだきついんだよ。野田が先にから仕掛ける。2番の千葉を捉えた3番野田、それだときついんだよ。残りは1周、いやー、やっぱそうなる展開があるんだよ。千葉がやり返せるか、野田さんがやられちゃうんだよ、野田さんにやられちゃうんだよ。佐藤裕二は4番手、最終周回のバックスレッジ、内側は中口が一気に突っ込んだ。ダメだ、ここは飛び込めません。3番手のままです。野田先頭、千葉2番手、中口は3番手、インを狙っています。2番手並んだ、先頭は3番手、野田光弘。さあ9レースですね。ここは1番の西選手、あとは5番の湯浅選手、1番5番、西選手逃げて逃げて逃げまくって、昨日の2着、今日は1着、スタートしっかり、クイスタートしました。よし、湯浅さんもいいよ。スタート外から4番の下平が決めていきました。西ちゃんがちょっといまいちかな、スタートが。2番のサルヤか、5番の湯浅がそこに迫ります。6番の青木、湯浅さん早めに上がってきてくれ。5番の湯浅が、西ちゃんそこから逃げて逃げて、よし、10メートルぐらいまだハンデはある。1番の西ちゃん逃げろ、西ちゃん逃げろ、逃げろ、逃げろ。2番手20戦から主導権を奪った4番の、さあ湯浅さん切り替えて、その後が2番の猿屋、5番の湯浅がインコースに車を向けています。2番の猿屋を捉えてここで3番手に上がりました。6番の青木、よし、西ちゃん伸びてる、よし、オッケーオッケー、西ちゃん伸びてる、オッケーオッケーオッケー。じゃあ下平さんも行っちゃおう、一緒に行っちゃおう。早くももう大逃げとなりました。逃げろ逃げろ逃げろ、オッケー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 。番の下平、三番手は五番の岩田。下平さんそのままでもいいよ、オッケーオッケー。このまくりか切り返しか。さあ岩さん来たよ。岩がインコースから下平を捉えに行きました。残りは三周回。よし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 。154でいいよ、154で、154でいいよ。六番青木、七番鈴木正光はまだ後方です。サリアさんも結構いい足してんじゃないこれ。1番の2サリアさんいい足してんじゃない。岩佐が2番手に上がりましたが、また来るんじゃんこれ。サリアさんかなり厳しい差となっています。サリアさんまた来るんじゃないこれ。3番の下平、またやり返すんじゃないこれ。3番手が焦ってきました。2番のサリアが下平に対して逆転できるかどうか。いいところだ。残り1周半のバックスレッジから3コーナーに入っています。これ切り返して入ってきそうだな。1番のどうだ。そして5番の岩佐、画面は3番手争い、下平内から2番のサリア、青旗振られてこれ2か。3番手変わらず最終周回に入っています。いいよいいよ、154で、154でいいよ。ご覧の通り大きなリード、昨日の悔しさを鬱憤を晴らすような大逃げです。オッケーオッケー、2勝目と。3番手は変わらず4番の下平、2番のサリア内を狙います。西は5位、岩佐が2番手。
さあ10レースですね。ここは1番の小林大輔、あとは片岡さん、スタート頼みます。柴田さんに先行って1、3でスタート頼む。片岡さん、片岡さん、はい、スタートしました。やっぱり柴田さんに先行けるか。あ、でも少し浮かした。そう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 、片岡さんが外、タイヤがなんか、片岡さんにも絶対出てるんだよ。よしよしよし、片岡さん入れ。うわくー、それだと6に行かれる。うわー、6に行かれちゃったよ。その後はインもついて、8番の遠藤が3番の片岡まで捉えて4番手、4番の深谷も外を回して師匠遠藤に並びかけます。残りは4周回です。誰だ、6だ。1番小林の大逃げ、6番の鈴木和真、2番手に上がりまして懸命に追いかける形です。3番手2番の柴田、終わった。その後は8番の遠藤です。1番の小林大輔、そう 3.32 高度計マーク、車検的に終わった。6番の鈴木和真と同タイム、8番の遠藤も同タイムをマークして前を必死に追っています。残りは3周です。小林大輔、レース後半のペースはどうか。いやー、カズマもスタート行かれたったらもうこれはもうしょうがない。6番の鈴木和真追いついた。8番の遠藤はその両者にどこまで近づけるか。そこの後ろ5番の福永、マサヤが全然来れない。一番後ろか。うわ、残り2周、切り返した6番の鈴木和真が先頭に上がりました。1番の小林は2番手交代、この2番手連勝。あー、これマコちゃん来るか。8番の遠藤が迫ってきている。おお、長距離砲。この遠藤が打ち突っ込んで2番手に上がった。小林大輔が苦しくなった。残り1周です。青旗フラッグ。後ろのレースだ。6番の鈴鹿馬きっちりさばきました。8番の遠藤が2番手、1番の小林いいペースで逃げていましたが3番手捉えられています。最終周回のバックストレッチ、6番鈴鹿馬、8番の遠藤、この両者がエースとなりそう。1番の小林大輔、いや、カズマおめでとうだ。これスタート、3番手、お見事きました。11レースですね。3番の白鶴選手、8番の鍋圧。白鶴さん、今日はしっかりスタート行ってくれ、頼む。鍋圧も頼むよ、別府さんに先に行ってくれ。3番8番2車で準決スタートしました。4番の小林、さあ3番遅れてる。高スタートを決める5番の塚越、見事なスタートです。前2車をまとめて、マジかよ。人気の白鶴は苦しい展開に置かれています。10戦勢全滅やん。で、鍋圧も早めにあっちで鍋圧。いやー、パクってこんなに食われると思わなかったよ。なんだよ、3番8番ドンキツよ。どういうことや、鍋圧や。で、3周目、1番の赤堀に近づいてきた5番の塚越、そして4番の小林幸、これじゃきついわ。じわじわと前に接近してきます。6番田中も中段5番手が上がってきました。この後幕屋進んでくる。おい、鍋圧、1番の赤堀が先頭、5番の塚越のインコース、ドンケツはまずいだろう。狭くなった。5番の塚越、頑張れ鍋圧。切り返して1番の赤堀をここで捉えました。そして別府圭吾上がってきている。小林幸のインコース、スム君も頑張れ。小林はここを抑えて赤堀を捉える。しかしその後7番の別府圭吾、7番別府インコースを狙いました。スム君かましてこい。その間に田中スカスムのまくれ進出。田中スムがまくって3番テラスにやってきました。3番テラスには田中と別府並んでいます。先頭5番塚越、いける。2番手4番小林、3番手は田中スム、かましてかましてかまして。青旗振られてファイナルラップ。優勝争いは5番の塚越、4番の小林、その後別府、田中スム、ちょっときついな。3番手は7番の別府か、6番の田中スムか、接戦。前は小林が競りかける。塚越の円から小林が攻める。しかしそれでも5番塚越ひろゆき。うわ、
さあラスト1番のマジちゃん、8番のひろかず18、こちらで勝負。マジちゃん逃げて逃げて逃げまくれ、ベストタイム更新期待します。クイスタートしました。30戦のスタート、7番東野少々遅れました。ひろかず早いスタートを決めていった。30戦を3人捉えて5番手から、30戦唯一スタートをしのいだのが6番の浅田慎吾です。マジか。1番のマジカーがどこまで逃げられるか。2番の斉藤勤、3番の浦部、ここまでは枠なりスタート。8番の鈴木ひろかずが早い展開で6番の浅田慎吾をかわしています。4番手浅田はその鈴木ひろかずにしっかりとついていきたいところ。5番の福田、浅田ついてけ、浅田ついてけ。斉藤翔吾を離された最高峰です。マジちゃんも頑張れ。1番のマジカーがレースをリードします。マジちゃん頑張れ。ペースが上がっているか。2番の斉藤ついていけず、3番の浦部その後ろ、鈴木ひろかずがその両者をまとめてかわして一気に2番手です。3番浦部も道を見つけたか。いやまだ後ろ。6番さあ浅田選手、ここから切り返して現在中段の5番手です。残りは3周回。1番のマジカーはいいペースだ。残り3周まで来ている。しかし後ろには鈴木ひろかず、こちらはその27高度圏をワークして、うわーいけないよ。3番って少し距離が空いて、2番の斉藤、3番の浦部、30戦でなかなか動けません。東尾の浅田、これは5、6番手の争いです。残りは2周回。前残すな、前残すな。仕掛けた。1番のマジカー陽子をかわして先頭に上がりました。マジカーとしてはこの2番手の位置をキープして2度目の優勝戦進出を決めたいところ。鈴木ひろかず先頭、マジカーは2番手、マジカーはこの2番手踏ん張り切れるか。少し開けろ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 斉藤、開けろ。最後行ってくれ頼むぞ。最後はリードを広げてきているが、8番の鈴木ひろかず、2番手1番のマジカー、頼むよ。この距離を保てばしっかり守れます。あダメだこれ。3番手大きく離れて、2番の斉藤、7番の東尾のが4番手、3番手のそれが最終切り返して最後ですが、1番のマジカーは優勝戦進出を決めそうだ。小野さん来て、小野さん来て、小野さん来て。ダメか。はい、ということで最終レースまで見ていただきましたね。ひろかず強い。あのスタート素晴らしいですね。ね、今絶好調です。はい、明日優勝戦やってまいります。皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして今日も一日皆様お疲れ様でございました。